真核生物の出現。大気中の酸素濃度が上昇したことによって、生物はそれまで経験したことのない大きな影響を受けたはずです。それまでの嫌気的環境に適応してきた生物にとって、酸素分子は強い酸化力を持った毒性の強い気体だからです。実際、絶対嫌気性生物は酸素存在下では死滅してしまいます。酸素濃度の上昇によって地球表面環境における酸素還元条件は大きく変わったのです。ところが、そうした好気的な環境に適応する生物が現れます。酸素を積極的に利用する好気性生物です。好気性生物が行う酸素呼吸では、発光で得られるエネルギーの約20倍もの大きなエネルギーを得ることができます。しかし、酸素呼吸の際、猛毒である活性酸素が発生するため、それを除去する仕組みが必要になります。そうした仕組みを備えたものが、好気的環境に適応し、その後の地球上に繁栄するようになります。生物は3つのドメイン、すなわち細菌、古細菌、そして真核生物から成り立っています。私たち人を含む動物や植物などは真核生物に属します。真核生物の起源として、古細菌に複数の細菌が細胞内共生したとする細胞内共生説が定説になっています。真核生物に見られるいくつかの細胞小器官のうち、例えば光合成を担う葉緑体はシアノバクテリア、酸素呼吸を行うミトコンドリアはアルファプロテオバクテリアに近縁の好気性細菌が共生したものだと考えられています。今から約19億年前の米国ミシガン州の地層からは最古の真核生物の化石と考えられるものが見つかっています。それは幅1ミリメートル、長さ最長9センチメートルに達する細長いフィラメントをコイルのように巻いた化石で、グリパニア・スピラリスという藻類の化石によく似ているものです。また、2010年にはガボン共和国に分布する酸素に富んだ海水中で形成されたと考えられる約21億年前の地層から最大12センチメートルにも達する大型の生物化石が発見されました。多細胞性の生物と考えられ、複雑で多様な構造が見られますが、何者かはまだ分かっていません。しかし、これも真核生物である可能性が指摘されています。このように、第三化イベントによって、生物は画期的な進化を遂げたと考えられ、その後も、好気的環境の影響を受け続けることになります。ただし、原生代後期の8億から6億年前に至るまでは、大気酸素濃度の大きな変化はあまり見られず、現在の1000分の1から100分の1というレベルのまま安定していたようです。補足。およそ38億年前に、すべての生き物の共通祖先が生まれ、2種類の原核生物アーキアとバクテリアに分かれた。その数十億年後に、両者が一つの細胞に融合し、真核生物が生まれたと考えられている。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると、励みになります。以上、4代目ケンケンでした。